イテム番号 SCP-123 エディ。あなたに首ったけ。オブジェクトクラス。ネテル。特別収容プロトコル、ザイダンエブクローラーが動画共有サイトを巡回し、SCP-123-AD-1 による動画共有サイトでの配信や動画投稿を監視します。配信の停止、動画削除、隔離措置の試みは、自称 123-AD-1、あなたの雇用イベントを引き起こすため、実施されません。監視に該当がある場合、機動部隊、23、小泉さんが映像を視聴した対象、以下 SCP-123-AD によりリスト化します。対象の監視は目視、映像ともに自称 123-AD-1 を引き起こすため、実施されません。リスト化した SCP-123-AD2 に関する公的文書はすべて財団保有のデータセンターに移行し、カント係数機によるヒューム値の変動を監視してください。データセンターでのスクラントン現実病の使用は自称 123-AD-1 を引き起こすため、実施されません。SCP-123-AD2 の公的文書に改変の痕跡が見られた場合、即座に対象の居住区、以下 SCP-123-AD3 を周辺地域から隔離してください。改変の訂正は1ヶ月から3ヶ月の間で自動的に実行され、訂正以後は SCP-123-AD3 の影響が消失します。影響消失前の SCP-123-AD3 への侵入は、自称 123-AD1 を引き起こすため、実施されません。また最終段階に移行した SCP-123-AD2 群は、サイト8102の小型人型収容セルにて管理します。自称 123-AD1 は初期収容時に発生したインシデント 123-AD1 を参照してください。説明。SCP-123-AD は SCP-123-AD1、湯の原泉を認識することにより発生するミーム汚染と現実改変です。SCP-123-AD1 を視覚と聴覚を合わせ認識した場合、知覚した対象は SCP-123-AD2 へと変化します。これは SCP-123-AD1 が定期的に実施している動画共有サイトでの配信や映像記録が対象であり、直接的な暴露が発生した場合は発生しません。自称 123-AD1 化において認識した場合は、SCP-123-AD2 最終段階へ即座に移行します。また最終段階への変異は自称 123-AD1 によってのみ発生し、イベントが発生しない場合は段階が進行している対象も初期段階に戻ります。SCP-123-AD2 に変化した対象の初期段階では対象本人に直接的な影響はなく、対象の血縁関係が記された公的文書、並び公的認知に対し現実改変が行われることで第2段階に移行します。第2段階に移行する条件は現在解明できていません。現実改変時、対象の公的文書には SCP-123-AD1 の名前が出現するようになり、SCP-123-AD2 の親族関係として記載されます。ただし通常レイアウトにおいて記述が必要な浸透欄が全て埋まっているなど、公文書に欄が存在しない場合であってもレイアウトを変質させ、公文書対象国の放棄ではありえない記述が行われます。以下は SCP-123-AD2 の公文書に記載された例です。SCP-123-AD2 3妻の妻 SCP-123-AD2 12内縁の娘 SCP-123-AD2 23曾祖祖母の娘の父の息子の孫の心の友のいとこの娘の子 SCP-123-AD2 312第2段階に移行した SCP-123-AD2 は初期段階に比べより能動的に SCP-123-AD1 を認識しようとします。また第2段階時、居住地が SCP-123-AD3 に変化します。この際に居住地、SCP-123-AD3 から外に出る頻度が低下、交友関係を遮絶し、最終的には社会とのつながりを断ちます。改変発生から最短1ヶ月。最長3ヶ月が経過すると公的文書は改変前の状態に訂正されます。この訂正は公的文書のみならず社会とのつながりを含め修正され、SCP-123-AD に並びその交友関係の記憶上も、普段通りの生活をしていた、と認識します。初期収容時、SCP-123-AD3 の監視実施中に自称 123-AD1 が発生し、SCP-123-AD2 の最終段階を観測しました。この際、
SCP-123-AP3 周辺住民並び担当職員を含む12人が SCP-123-AP2 の最終段階に移行しました。配信の停止を試みた場合、公的文章への改変を阻止しようとした場合も同様、事象 123AP1 が発生しました。配信停止時には SCP-123-AP2 の初期段階であった対象がランダムに最終段階となり、周辺被害により累計3231人が最終段階に移行しました。詳細はインシデント 123AP1 を参照してください。インシデント 123AP1。SCP-123-AP2 の SCP-123-AP3 内での行動を把握するため、改変発生直後のタイミングで室内に監視カメラを設置しました。映像による監視を開始してから12日後、 SCP-123-AP3 内部にて SCP-123-AP1 のものと思われる実態が出現しました。監視に当たっていた担当職員並び担当職員の変異を目撃した職員複数名、変異人数に比例し増殖した実態を目撃した周辺住民合わせて12人が最終段階に変異しました。 SCP-123-AP3 周辺が過疎地域であったため、以後の被害はありません。 SCP-123-AP1 実態は改変より1ヶ月後に消失し、最終段階に移行した対象を除いて全ての越境が消失しました。実態出現当時の映像記録を確認する場合はセキュリティクリアランスレベル3の提示が必要です。映像記録を再現したイメージ映像は下記を参照してください。当時監視に当たっていた担当者は、映像視聴中、即座に SCP-123-AP2 最終段階に移行した結果、肉体と頭部が分離しました。分離した肉体は1時間後に消失しています。分離の際に致死量となる出血を伴っていますが、頭部は未知の手段により生存しています。ただしカピバラを模倣していると思われる鳴き声を発するのみで対話は行えず、インタビューの試みは失敗しています。ほい。映像記録から音声解析を行ったところ、ワになれアノマリーの文言を含む歌が流れていることが確認できました。このことからよ、注意団体、アニマーレの関与が疑われるため、調査を行っています。また SCP-123-AP2 に初期段階において、SCP-123-AP1 実体の生首に酷似したクッションを入手する行動が確認されたため、確実な収容手順の確立も含め調査が行われています。